逆転裁判男女2人で実況プレイ。コテージの鍵を借りたいんだけど。うんうん、口なし家。どうも今は無理みたいだな。あーマジか。借りろや、そう言ったらええやんけ。じゃあこの子をどっかに仕向けなきゃいけないのか。仕向けんやな、これどっか仕向けんしよう。え、ちょっと待って、どうしよう。じゃあとりあえずスタッフエリア、いろいろ移動してみようか。移動しようか。あ、ない。移動する、スライドない。移動する、楽屋。よしよしよし、来た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 。なんだ君たちは。よし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 、来たぞ。誰？あ、いたいた、こんなやつ。いたあ、あなた誰ですか？なんかすごく怪しいんですけど。怪しすぎんねんけど。失敬だな。かっこど。と、うざいたくやを知らないのかよ。監督と出てます、名前がね。ねえ、監督さんです。うざいたくや。うざいたくや。うざい監督だぞ。トロさんは僕が作ってるんだぞ。バクバク。そうなんですか。すみません、なんかその怪しく見えちゃって、あの顔。いや、いいんだけど、いいんだけどさ、別に小小木木なんですか。よく見るとあなた、いいねえ、実にいいよ。萌え下シェロレロレロってしてますね。やべえこいつ。的にはヒットかな、そのコスチューム。よだれ。やべえやべえ。な何を垂らしてるんですか、何を。なんかうおーおお、みなぎってきたぞ。燃えるゴミ。燃えるゴミかよ。創作欲がエナジーがバク。こいつやべえ。そうだ、姫様。いいね可愛いじゃん、意外とっていうね。父様の特編をやろう、昭和の剣士姫様。かかくかくってないね。姫様なんで昭和なのよ。大江戸殿様、大江戸選手殿様よりスケールダウンしてるじゃない。本気で誰だよ。喋ろよ、喋ろ喋ろ。事件当時のこと、特性あるねこの人ね。いいよ、あの事件当時のこと聞かせてほしいんですけど。ああ、君か、おばちゃんから僕のことを聞き出したの。うんうん、ええ、あの日はさ、午前中はアクションの打ち合わせ、はい、で午後から、正午から第二スタジオのコテージで会議、はい、もう忙しくて昼飯も食えなかったよ。なっき、骨付きステーキですか。お、間違いなかった、うん、キャッチをその通り。レールレール、怖えよ。なるほどくん、ゲッチューって何。そこ知らない。気になったんだねきっとね。とにかく正午から4時過ぎまでずっと会議、はい、正午から4時過ぎまでずっと会議、うん、はい、プロデューサーテレビ局のお偉いさんとかさ、うん、胃袋さんが死んだのは午後2時半、今の話が本当ならアリバイ成立だな。はい、プロデューサーの話、プロデューサー行きましょうか。一緒に会議をしていたプロデューサーですけど。ああ、姫神さくらのこと。姫神さくら、名前してんなねえ。あの人は天才だよ、すごく怖いけど汗、うんうん、潰れかけたこのスタジオを見事に立て直したって、僕にトロ様を作るチャンスをくれた大恩人。事件があった日は一緒に会議をしていたんですよね。正午から4時までずっと一緒だったよ。はい、お偉いさん。はい、お偉さんというのはどういう人たちですか。制作局の局、部長やスポンサー、それにプロダクションの人かな、うん、彼らはみんなリムジンに乗って正午前にここへ来たんだ。でリムジンで来てねえ。緊張したよなぁ。その人たちとはずっと一緒だったんですか。まあね、みんな白髪まじりのじいさん連中だよ。苦うん、信用できる証人たちみたいだな。この程度か。突きつけるもん。あ、じゃあ稽古の時に折れたつづらい。あー、そうかそうか、ちょっとスピア一回言わないか。あ、言わなかった。ぶっきゃりなくずに前向きもしようとしてるんだ。やべえ、興味ねえ。なんでそこでこっちを見るんですか。やべえ、ターゲッティングされてる。やだ。でも突きつけるもんないか。ないか。じゃあ一回移動してみようか。で、出よう、そぞ。うん、出ようか。怖えー、こいつ。やばいキャラ来たで。やばいキャラ来たで。え、どこ行く。移動する。あ、じゃあ正門前行って。わあ、おばちゃん。帰ってきた、おばちゃん。やばい、皆さんお待たせしました。殺される。おばちゃんも今日も便利がすごい。あんたたち今できたのかい。キャン出た出たな。とお化けみたいにんじゃないよ。
あの、ずいぶん早いお帰りでしたね。確かに。あれから警察に連れてくるんですな。ねえ、トロ様の着ぐるみのスペアを引っ張り出してきて。はいはい。着ろって言うわけよ。その着ぐるみを。着ろ。そんなもん着られるわけないでしょうが。リマさん、180センチありますからね。着られないって分かったら帰っていいって。そりゃそうか、犯人じゃなくなるからな。とにかく。おばちゃん、この恨みは一生忘れないかね。もう口も聞かないんだから。やべえ。散々喋ってるくせに。今からよ、はいよー、スタート。ガキかよ。同じこと言ってる。同じこと言ってるよ。じゃあ話してくれない多分。多分。うん。ラジオで子供のことなんですけど。コネに書かれたら貼ったっす。あ、一応一応言った、一応言った。なるほどくん、本気だよ。一応言った、監督たちのことを、はい、次元当時、ここにいた監督さんたちのことですけど。コネに書かれたら貼ったっす。だうちらのことですよ。そうやな。うん。見境がなくなってるよ。やばい。あ、見境がなくなってるってことで、ちょっとパニックね。じゃ、とりあえずじゃあ。なあ、でもないよね。あ、今ね、多分ね、おばちゃんはね、一切聞いてくれないと思います。今無理やんな。な、じゃあ移動しよう。またこれで何かのフラグが立ったと信じて。スタッフ。スタッフ行く？スタッフの子どこ行った？来たー！来たー！あー！来た来た来た！殿って書いてる、シャツに。ちょっと待ってよ！来たぞ。やれやれ、あの排水口から入ってきたらしいな。かわいいこの子。な。眉毛ないけど。ねえねえ、僕、名前は何でちゅか？どんだけガキ扱いやね。迷いちゃん。バカにしすぎ。子供じゃねえんだ！舐めた口叩くんじゃねえ！な、何よ！あんたまだ子供じゃない！大人に向かってその口の利き方。何が大人だよ、狂ったファッションセンスしやがって！お互い、お互いね。狂ったって。狂った。ひどいよ。なるほどくん、いじめられた。こいつ、尖ってやがる。ナイフみたいな。尖ったナイフ。何その言葉。なあ、かっこよすぎやろ。中二やな。俺はキュータ、うん、大崎キュータ。キュータ、うん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 。ほんとバグなんて言ったら切り捨てやるかな。抜けてないねんな、これ刀な。抜けない、そう、背中刺したら絶対こうなるよな。いやってなってます。絶対こうなるよな、うん、そうなんですよ。長さが合ってないです。なんで抜けんねやろ、みんなな。キュータくんが今示してくれました。じゃあ殿様、はい、聞いてみましょう。君、トノサマンが好きなのかい？気安くトノサマンの名前口にすんな。何言ってんのよ、トノサマンは私の味方だよ。バカ言ってんじゃねえや。じゃあ、第8話に出てきた茶屋の主人の最後のセリフは。知ってら、ポテトもいかがですか。どういうことだろう。茶屋ちゃうやん、もう。やるわね。張り合いがおかしい。なあ、うれしそうやし。何やってんだよ。いいね、オタク同士のお話ですよ、これは。仲良くなってまだこれねえ。なあ君、ここで事件があったの知ってるかい？てんてんてん。その日もいたんでしょ、ここに。てんてんてん。あ、話してくれない。何か気づいたこととか。殿様は、うん、殿様は誰にも絶対に負けないんだ。はい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 。俺全部見てたんだ。はい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 。でもな、お前らなんかに教えてやるもんか。教えてくれよ、そこは。あ、待って、話せよ。あ、逃げた。教えてくれない。教えてくれ、頼む。教えてくれないよ。行っちゃった。あれ、うん、逃げるときにぶつかったテーブルから何か転がり落ちたよ。はい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 。瓶か、トロリン。なんでこんなものがテーブルに。明らかにおかしい、不自然なものを置いたままにしてんだね、警察側とか。全部わかるやん。スタッフエレのテーブルで見つけたラベルには睡眠薬と書いてある。あのさ、普通に考えてさ、警察何やってんだよ。警察何やってた。何やってんだ。やばいわ、これ、うん。見落としもいいところにある。ところで、あの子何か言ってたよな。全部見てたんだって。全部見てた。見てた。何を見てた。全部一部始終見てたんじゃないか、もしかして。じゃ、証言だよ、証人だよ。なあ。もしかしたら事件全部見てるかもしれないってことでしょ。とりあえず楽屋。でもまあ、あの子と、あ、ね、捕まえたい。あ、なあ、そう、ないね。これでまたなんかフラグ立ったか。じゃあ移動しよっか。どうする。おばちゃんいるからな。そうやな、一回セーブとセーブしようか。はい。ちょっと一回セーブします。OK! セーブ大事なんで、とりあえずセーブして、はい、移動しましょうか。
で私たちがすることっていうのは、あ、よし、いいんじゃない、あれそう、コテージの鍵を。それ。バジャマいないよ。コテージの鍵ね。無用心だな。彼あれ、おばちゃんの声。出て行けこれなんでちょっと金パチ入ったいや、難しかった今。どうやらあの子供追いかけてるらしいな。なるほど。ギュッあ、転んだ。ギューって音な。迷いちゃんとても嬉しそうだ。怖い、黒いよ、迷いちゃん。よし、調べろ今だ。今こそおばちゃんがいる間に。ねえねえ、なるほどくん。うん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 。今のうちにちょっと調べてみよう、詰め所。ナイスナイスナイス。そうだね。そうだね。ねえねえ、そうだね。これだよ、なるほどくん。オッケー。コテージの鍵って書いてある。よし。あ、あの第二スタジオにあったコテージの。もちろん借りるよね、なるほどくん。よし、コテージと書いてある。よし、忍ばせた。忍ばせた。ポケットに忍ばせた。よし、これも移動しよう。よし、もう行くとこ決まってます。スタジオ前にまず行ってから、そうです。移動して第二スタジオ。これ難しいね。そうですね。いつも俺パニック。移動を。で、移動でいいのかな。あ、違うな。使うかな。いや、調べる、調べる。調べよう。これ。さっき詰め所から借りてきた鍵使えるかな？てんてんてん。よしよし。よしよしよし。よし、行くな、ナロドくん。うん。お、やる気満々だな。さ、お先にどうぞ、ナロドくん。腰は引けているみたいだ。なんだろうな、このやりとりな。なあ。入ろう入ろう、固定時代に入ります。いきまーす。おぉ、絵が綺麗な。後ろが気になるな。あれ、右は宮本武蔵じゃないですか、ね、完全に武蔵。武蔵ですよね、あれね。あれ完全にね、二刀流ですから。武蔵侍とか流行ったんやろな、多分ね。多分ね。作ったんやろな。固定時代。きたー。うわー、すごい服。な。わっ、びっくりしたー。すごい服やな。ね。誰え、あ、私たち、ニボサブさんの弁護士ですけど。怖えよ。そう。てん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 。あ、あの、あなたは？夢神プロデューサーの。うんうん。すらりとした、綺麗な人だな。どうしようこれ、どうしてみようかな、この人な。ええ感じちゃう、でも、その路線やろ。ええ感じ？路線はこんな感じ？うん。事件当日のことなんですけど。てん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 。てんてんてん。姫神さん？台本。あ、はい？台本探してるの。うんうんうん、台本ですか。殿様の第13話。今読みたいの。あの、事件があった日のことを聞きたいんですけど。迷いちゃん頑張る。私は台本読みたいの。てん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 。てん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 。ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。え、これってじゃあ全部そうだな。全部いいかな。全部台本。あの、トラサーマについて話が聞きたいんですけど。はい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 。でも曲入ったな。てん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 。ほんとだね。てれてれ。女神さん？あー、テレビやってるわ、毎週。言うべきことは全部、そこで言ってるから。なるほどくん、テレビ見ろって僕に怒るなよ。一応じゃあ全部聞いて。ちょっとは。うん。言ってくれるのかな？監督、宇宰さんでしたっけ？彼はどういう？言わなかったかしら？私、今、ね、台本を探しているの。他のことは興味がないわ。なるほどくん。撮影所ってこんな変なのしかいないの？確かに。変なのしかいない。泣いてますよ。なるほどくん、もう行こう！他のところ調べようよ。そうだな。ちょっと。お、何ですか？うざいにあったらこれ渡しておいて。はい。なんで私たちがそんなこと？てん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 。てんてんてん。てん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 。やだこの人。泣くなよ。わかりました。見かけたら渡しておきます。いろいろ第13話の台本を持ってきてちょうだいと書かれている。オッケー。この人結構なくせ者だなぁ。くせ者ですなぁ。神様って言われてますからね、この人ね。そうそうそう。じゃあ、武蔵調べましょうか。武蔵調べるか。武蔵。裏見たポスターだ。うん。ダイナマイト侍。あ、これがダイナマイト侍ね。イブクロさんですわ。いや、じゃあイブクロさん昔はすごかったんだなぁ。なるほどね。なるほどね。じゃあ、これはバレンボーかな？かな？武者震いの夏。武者震い。
これも胃袋さんですわ。まだね、胃袋さんを抜擢。あ、これ懐かしいな。誰にでもあるひと夏のロマンスがテーマなんだよね。誰にでもあるか？そうかな。あの、馬乗ってる時点でもうないやろ。おかしいよね、まずね。テーマはともかく、それがなんで侍に馬なんだよ。そうそうそう。そこだよ。じゃあ、これはやらないかっぽいけど、ちょっと調べてみようか。何やらないかっ昔の映画のポスターでな、うん、おー、武士、武士武士。武士武士。武士武士主演、胃袋武士。おーって言ってなんか普通の名前っぽいなと思ったんでしょ。そうそうそう。武士武士ってやっぱり武士武士って呼ぶのかな。豆太郎に聞いてみ。あー、それ自慢の喉、自慢の喉で大スターにのし上がるブスの話だよ。なんで喉やね、ほんで。胃袋さんが歌もうまかったからね。歌うんかい。スターにのし上がる話なのに、なんで時代がブロマチなんだよ。確かに。もうなんかもうツッコミがたくさんあるね。ゴミ箱、姉がない、紙コップとか丸めた資料なんかが捨ててあるだけだ。これ絶対生茶やな。生茶を調べる。いや、多いお茶っぽくないですか。多いお茶か。一応これも。殿様で使うセットのデザインを決めていたようだ。セットを組む予算なんかも今もされている。なんでこんなにお金がかかるんだ？らしい。じゃあ移動だ。移動しましょうか。じゃあ、ウザイに。そうやね。メモを渡しに行こう。ドゥン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 。どうだっけ？俺な、これで分かった。俺、これずーっとここで。言ってたね。台本怪しいって言ってたもんね、なんかね。怪しいってか知っててんけど、いつこれを調べていた？あ、なんだなんだ。ここやろ。今でしょ。今でしょ。これね。あ、これ神田さんがされてるね。これね、この、迷いちゃんに何回も騙されてる、そうそうそう私たちが。そうっていうかな。だから、うざいに、渡してからじゃないと話は進まないんですよ、きっと。うん。くそー。じゃあ、移動して、さっきの、うん、学屋、スタッフエリーか。そうです、学屋にいます、あいつ。先生も行って、移動、スタッフエリア行って。もう何回騙されてんだろうね。あれ、ピローンが本当に来たと思うわけよ。うん。いたいたいた。突きつける。突きつけるやね。うん、これかな。それじゃあ。メモやね。オッケー。あ、そうだ、プロデューサーから預かったんですけど。え？13話の台本持ってこい？そういえばどこやったかな？ててどこかで忘れてきたみたいだよ、汗。どうしよう。またどやされる、怒鳴られる、震え。震え。なるほどくん。監督さんが行きそうなところを探しに行った方が早いよ。そうみたいだな。オッケー。わかってるんだよ。オッケー。私たちは。ないね、オッケー。はい。お前用済みだ。お前用済みじゃん、ボケ。うざい、めどけ。ほんま、お前、この一瞬のためだけに現れやがってよ。ほんとだよ。あの、寄り道って言うんですか？なんて言うんですか？うん。くそー、これね、これなんか知らんけど印象的やったんやね、私。おっしゃ。また来ちゃったね、殺人現場。オッケー。調べることを済ませたらすぐ他のところ行こうね。うんうんうん、うん。外で待ってなさい、あなた。な、で調べる。これだよこれね、ずっと気になったやつ。あれあれれあれれうん。あれあれ あってる監督が座る来た来た来たよかったよかった。まよいちゃんって言ってるよほら。お前、まよいちゃん言って、うん、まよいちゃんちょっとその椅子のあたり調べてみてよ。さっき監督が言ってたろどこかに台本置き忘れてきたって。ああったよなるほどくん台本よっしゃー来た来た来たやっぱり、ね。記憶の隅にあったからね。そうこれやっぱ気になってたんでずーっと。ずーっとこれ気になってね、ポケットに突っ込んだ。うん。ポケットに入るのな丸めて丸めてもう入らんやろ、これなあ、でもよく入れてる人いるじゃんぐるぐるね。ID、ID じゃねえ、AD。AD。ID じゃねえよ。ID って何やねん。なんか認識そうやねん。ID はちょっと違うわ。そうだね。ID 番号言ってくださいみたいな。移動するか大事ない、はい。持ってきましたー。ね、持ってきましたよ、神様。ゴッド。持ってきましたよ。はい、台本です。誰やそう。台本を姫神さんに渡した。てん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 。あ、おしまいですか、それで。静かに。今台本読んでるんだから。ちょっといい加減にしてください。怒ってる怒ってる。何様のつもりですか、私たちは。煮干しの弁護士？はい。疑ってるの？私を。あ、イエス、そういうわけじゃ。怖いね。事件のあった日のことだったかしら？はい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 。今日来たよ、今日来たよ。はい、聞かせてください。正午からここで会議があったのは知ってるわね。はい。はい、監督とかテレビ局の人たちと一緒に。そう。じゃあよく聞きなさい。あの日の午後、このコテージにいた人間は、うん、誰も第一スタジオに行くことは不可能だったの。はい、不可能。なぜですか？
道が塞がっていたから。おう、道が、はい、話す話す。道が塞がっていた。事件当日道が塞がっていたんですか？ここへ来る途中、サルマゲドン見たでしょ？サルマゲドン。名前がやばい。サルマゲドン。あれ、サルマゲドンっていうの？そうや。首に折れたサルよ。あれですか。すごい。全然、合ってないよね。全然自己犠牲っぽくないよな。なあ。あの首、事件があった日に風で壊れてね。うんうんうん。首をどかす作業が始まったのが3時過ぎ。3時過ぎ。道を取れるようになったのが4時過ぎだったの。4時過ぎ、はい。いい？うん。胃袋が死んだのは2時半。でもここにいた人間、午後4時過ぎまで、はい、このコテージに閉じ込められていたの。絶対なんとかなりそうやんな。でもな、これな、うん、なんとかなりそうじゃない、これ。これもう分かってるもん。私は分かった、思い出した、うん、なんとかなりそうやんな、これ。あ、この上をまたぐと第一スタジオになんか行けたはずがないわ。なんですって。なんですって。口調がちょっと似てきてるな。そう、これは本当。3時過ぎにクレーンを使って首をどけてもらったの。外の会社の人たちに頼んでね、作業した人たちは覚えているはず。でも首が壊れたのが2時半より後だったら第一スタジオへ行くことができたはずです。2時半、胃袋が死んだ時間ね。はい、いいわ、来なさい。はい。何あのサルマゲドン。元気な時は時間をアナウンスするの。4時でござるとか。サルだからな。あの首を調べてみなさい、はい、首が壊れた時間で時計が止まっているわ、うん、なるほど。くん、時計2時15分で止まってるよ。すごいね、2時15分。はい、殺される15分前ですね。そう、すごいね。この道は2時15分から4時過ぎまで塞がっていたの。はい。だから私たちは無実。胃袋さんが第一スタジオで死んだのは2時半か。じゃあそういうことだから、サルマゲドンの首のデータを法廷記録にファイルした。はい。2時15分から4時まで現場への道を塞いでいた。はい、だだそうですよ。どうなってるの。ネモサブさん以外胃袋さんを殺せた人いないじゃない。もうダメだ。参ったな。一度事務所へ戻って考えてみるか。お、いいね。オッケーオッケーオッケー。そう言ってもらえると。手前のこの木の柱から絶対通れるよな。そういうことを考えたらあかんゲームね。そうね。一応ね。そういうことを考えたらあかんゲームね。そういった細かいことを言ってたら、これ警察に不備があるゲームになっちゃうね。ああ、結局のところ霊媒、霊媒とかしやすから、ね、そうそう、霊媒とかにあっちゃうね。そう、千尋ちゃん帰ってきたからね、前ね。そういうのもね、ゲームやから。そうです。とりあえず何の手がかりもなくなっちゃったな。監督たちのアルバイはバッチリで、他の手がかりもない。お先真っ暗だな。真っ暗。おっと、諦めるのは早いわ。さっき言ったことがいきなり現実となるか、これ。え、来たか、この声。まだ手がかりは残ってるでしょ。来たー。来たエロい。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。またツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。